思い出のガンプラキットレ優秀。SD ガンダム BB 戦士。G ジェネ、ボーナスプラモデルプレゼント。ボール。夏だねー。お盆なのに仕事がクソ忙しいのも夏だから。お中元のそうめんに飽きたのも夏だから。YouTube がへそ曲げて、長い動画をアップできないのも夏だから。てなわけで、思考を変えて、夏らしくイベントものでもぶちかましてみましたよ。バンダイ、SD ガンダム BB 戦士、G ジェネ、ボーナスプラモデルプレゼント、ステージ2とは、バンダイさんが2000年にやってたガンプラのキャンペーンなんだよね。BB 戦士の G ジェネシリーズのガンプラを買うと、先着順で手のひらサイズのボーナスプラモデルが漏れなく1個もらえたのですよ。ステージ2は、ステージ1のものと合わせて、G ジェネに登場した16種類の機体が入っていたんだけど、レアというより、あれ?って感じの、あんまり立体化に恵まれなさそうな機体がチョイスされていたんだよねー。キットの成型色は紺色、茶色、蛍光グリーンの3色なんだけど、大当たりの金メッキバージョンが1個だけ入ってるのだー。なんというか、もろに釣りだよねー。しかしながら、小スケールのキットなのにしっかりとモールドが入ってるのが嬉しかったものなのさ。ガンプラブーム世代には、かつて森永製菓から発売されていた、ガンダムチョコスナックや、キャラメルのおまけキットを思い出させる、なかなか味わい深いキットなのですよ。すんげー大きくてもガンプラ、こんなにちっちゃくてもガンプラ、バンダイさんらしさが半端ない、素敵なキャンペーンだったのですよ、ほんとにね。なんでおめえこんなの持ってんの?なんて思うかもしれんけど、オークションや、トイ系の中古品を扱う店舗では、バラ売りやらセット売りやらでよく見かけるキットなんだよね。ただし、値段はピンキリなのだー。てなわけで、今回紹介するキットはこれなのさ。ボールとは、アニメ、機動戦士ガンダムに登場する地球連邦軍の兵器である。登場以来、モビルスーツからモビルアーマーへと分類が変わり、現在の分類はモビルポットなんだよね。愛称は、ボールさんとか、動く缶桶など、まんまボール体系の雑魚メカなのに人気が高く、ガンダムワールドでのマスコットキャラみたいなもんなのだー。宇宙用の作業ポットに、キャノン砲を取り付けただけのお手軽な機体ながら、編隊でのロングレンジ射撃で敵を撃破するのが、基本的な戦闘スタイルだぜ。突破してきた敵は、ジムが近距離戦で撃破するので問題なし。この戦闘スタイルで、連邦軍を勝利に導いた盾役者なのだー。活躍シーンはほとんどないけどね。最近では、MS イグルーでの、ジオン軍のドラム艦との熱い戦いは必見。シャークマウスのボールさんも捨てがたいよねー。とは言っても、この機体を知っているのは、今や、30歳以上だよねー。少なくとも、20代以下は知らないぜ。ゲーセンに行けわかる、って言っても、30オーバーのおっさんがたむろするゲーセンなんて、競技のガキが怖くていけるわけねえじゃんよ。ゲームの G ジェネでは、スペックは最弱。回収型になっても使えねえ。こいつが敵の時に攻撃を食らうと、イラッとするなどいらねえユニットなんだよねー。フェニックスガンダムとボールさんでハロー設計できるのが、唯一のメリットだよ。参ったねー。意外にも、BB 戦士ではキット化されてないんだよ。それを言ったらジムもなんだけど、おっさんが大好きな機体は、はぶられ気味なんだよねー。こんなの、企画会議で通るわけねえじゃんよ。